手書きの付箋を撮影した画像をチャット GPT にアップロードします。テキスト化して表にするようにプロンプトを入力します。手書き文字がテキスト化され表にまとめられました。横書きの付箋と縦書きの付箋が混在していても問題なく表にまとめられます。あとは分類したり要約したりして好きなようにデータを活用しましょう。超絶簡単です。